はい、それではですね、本日の動画は昭和の空気感をたっぷりと味わえる、動画になっております。自動車学校ね、昔の教え方、かなりスパルタンなこともあったのを皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。そちらの方を振り返りながらですね、我々が今回もよもよも言っておりますので、こうご期待必聴でございます。それではどうぞ。見なきゃダメだ、ここ走れ、ここ、ここ。いつまでもここ走れよ。こんなとこ走ってったらいかんだろ。動画のことはすごいよ。いや、これなんかテレビの番組かなんかで紹介しとったらしいやって。ありがたかないよ、本当に。ありがたかないよ、って言って。ほら、もうさ、だって西部警察やもん、ほんまに。怖い怖い。じゃんらんらん。あ、動画回ってますよ。あ、すいません。あ、どうも。すいません、遊んでました。はい。いやいいですね。やっぱね、僕は好きですよ、こういうの。大好き。いやでも、え、まあ、来なかったよね。来なかったよ。俺もなんか、思い出したもん。一発目に、ね。何を見よったんですか。え、何を見よったんですか。はい。自動車学校。昔の、はい。昭和の。平成じゃん。さすがに。平成なんこれ。平成やろ、さすがに。多分、平成初期ですね。はい。多分、おそらくですけど。だと思いますが、まあ、3日で2種免許を取らせる昭和の学校みたいな感じのタイトルで、なんかまたX で流れてきたやつなんですけどね、はいはいはい、っていうか、まあ、これレイトーさんが送ってきてくれたやつなんです。おお、レイトーさんは大東さんは勝っとる、ええアンテナしとる、ほんまに我々のネタの、ね、ありがとうございます、いつもね、はい、ということでそれを見ようなんですよ、はいはいはい、でなんか昭和の時代の自動車学校というか、学校ってこんな感じやったよなっていうのをちょっとなんとなく思い出して、まあ、さすがにでも俺の時、もう25年以上前か、はいはい、自動車学校はまあここまでではなかった。ああ、俺もここまでではない、うん、でもまあ今よりは全然多分、なんか、なっしゃよらーとかは言われよった、言われよった。マジですか。俺だっていまだに覚えとんが、根に持っとんやけど、あの根本さんっていうね、教官の人で、もう今も覚えてる、根本さんがな、初めて の、 あの仮免許取って、はいはい、あの 外走るやつの時に、はい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 、お前仮免許取っとるのに、お前なんでこんなことも分からんねんって言って、めちゃくちゃ言われて、お前目視確認もないわけ、お前やり直しやって言われて、その実地のところをすぐ U ターンせえって言われて、その1時間ずっとこの中でその根本さんにあの横で、お前何でこんなことできてない、お前何を教わってきたよとかって言われながら、1時間ずっとあのもう一回あのコースを走るっていう、なんか自分そういうエピソード多いな。いやもうよっぽど調子に乗ってるいや多分調子には乗っとったんやと思うやけどそれでなんかその根本さんに、はい、あの言われて、はい、あの 1回目のその外の何、はい、外走るやつ、外走るやつはキャンセルになったっていうのは今思い出した。なるほどね、まあ、でもそれぐらいのレベルよ。ちなみにこの動画どんな感じなんですか。ちょっとまあ見てない人もいると思うんです。概要をちょっと教えて、東京自動車学校で検索やな。東京自動車学校で検索。見せてんか。いや、わかんないですよ。まあでも、めんどくさいけんなことになったらあれやけど、あれやけど。なんか大変なやつですよ、まあ、要はね。鬼教官がおる。鬼教官がハンドルの横からあのバインダーでパンってやって、おい、何やってんだよとか、即死やってねえだろとかって言う感じ。そういうこと。とか、もうあのお辞儀の角度が気に入らんって言って、グッてやったりとか。まあ、でも2種目やから、まあ、そのプロ養成所っていう意味で言ったら全然間違ってないんじゃないかな。間違ってはないんじゃな。だって人様の命を預かって乗せるような仕事なんやけん、逆に言ったらこれぐらい厳しくてもまあいいと思う。ぐらいしてくれるだけありがたい、ありがたいよなと思うけど、でも今の自動車学校からしたらありえん。まあそれはだってお客様は神様ですを通り越して、もうお客様もありがとうございますの精神で今はな、自動車学校やっとるやろうけん。もう僕らの時とかもうよしよしされながら、うん、え、マジでよしよしされた、よしよしされながら、可愛いお姉さんおった。それはまた今日それは別件で、それは別件です。そうかそうか、そうか。俺だって昔高校生の時に合宿免許をバイク取りに行った時は、はいはい、ひどかったね。え、うん、元白バイ上がりのおじさんが教官やって、でまた行っとる時にこれがまた台風が来てな、あらまあ毎日雨が降っとるわけですわ。そらだってもうその中バイク乗るっていうだけでもうゲボ出そうやん。でカッパ来てで、いや大変、前見えんし、あもう大変です。で風がビュービュー吹くんで、俺な信号待ちしとる時にバタンって倒れたやん、はい、あ風が吹いて、しょうがないです。ほんなら助けてくれるんかと思ったので、もううわー走ってきて、飛び蹴りされたけどガーンってなって、何やったよお前。マジですか。ほんまにいいよ
マジでライダーキック、ライダーキックやで、マジで、あーってなったの。倒れることってそんなダメなことなの？いや分からんけど、まあ何かの金銭に触れたやろな、その人の。ほんでその俺たちのグループは、うん、その俺が倒れたことによって、うん、その後腕立て伏せ連帯責任、なんでやねんっておいみたいな、関係ないやろって。マジっすか。あ、そうか、それなんかあれやな、和歌山にわざわざ取りに行ったってやつやろ。そうそうそう、はいはいはい、和歌山までな、わざわざ取りに行って、はいはいはい、またそのな、教官の人が白バイ上がりかなんかで、はい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 、超絶、うんうん、スパルタなんや。いやスパルタでしょうよ。だけど卒検のな、前の日の晩に、うんはいはい、卒検終わったら帰れますって、ね、はい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 、だから俺、友達4人と行っとったんや、はいはいはい、会議を、はいはいはい、これ、もし落ちたらどうするいや帰れんかったらどうするみたいな。そうやな、うん、帰れんってなって残るってなったらもう地獄やん、嫌やんか、地獄やよ。なんか、その土曜日が卒検日やって、その落ちたら、うん、日月までおらないか、あ、日曜日は1日終わる。そうそう、で月曜日に再度もう一回あの、はいはい、受けて、はい、もう再試験なんや、はいはいはい、ほんだらな、はい、4人いっとるうちの1人落ちたい、うわ、かわいそう。もう土曜日帰る時にカッパよ。かわいそうに。つらっ。マジ？いやでもそうか、でも自動、まあ、自動車学校はこれはあれやけど極端な例やと思うけど、でも昔はまあでも俺の時でもまだギリギリいろんなことはあったよ。もうほんま小学校中学校高校とかもこんな感じやったんですか？小学校の時は俺はあのよくあの教団があるやん、はいはいはい、教団の横に俺机つけられとった方やばいやつ。いややばいやつじゃないよ、だってもう要注意人物じゃない。そんなことないよ、手厚くやってくれよったよ。いや違うよ、ちょっと手厚くやってくれよった。めんどくさいマンやったんやって、手厚くやってくれよったやって。そうそうそう、生まれた頃からめんどくさい。違います、お前はこの横に机とけって言われる。もよくありましたね。先生とバチバチに喧嘩して5時半ぐらいまでこうマンツーでなんかを話されて、あんたはなんでどうたらこうたらみたいな。嫌です、無理です。すごい。でほらまだあの頃とかでよくあの1メーターの物差しあるやん。ああ、ありますね。あれでなんかしばかれよって、ね、手縛かれるとかは普通にあったけどな。え、俺あれであれやで、普通にあの縦やった縦だけこうやマジ、こうじゃなくてこうや、痛いやつやん。コツンって寄ったもん、ちゃんと角とか。ほんまにチョーク投げる人おったけど、普通に。おー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 、あれ漫画だけでしょみたいな。マジっすか、うん、とか、うん、教団蹴り倒して先生がおらんようになるとか。そう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 、うん、だってほらうちの某担任やってさ、あの高校の時の、まああのこれをうわーとかってバーってナックルしたら黒板壊してしまって。マジですか？そうよ、それは多分先生相当怒られてる、多分逆に黒板高いからそう多分あってだってあってなったもん、みんなでみんながみんなあってなって、でそこでと覚えとくか、その怒られよったやつがおるんや、はい、そいつが大丈夫ですかって心配したわけよ。ああ、そしたら悪せえじゃん、大丈夫じゃんわとかって言ってそこでまた切れ始めて俺ら周りで腹抱えながらもう、うんうんってなっとったっていう。あるよな、あったあった。昔はだっけ、そうかほらガラケー時代とかさ、はいはい、逆パカとかさ、あ壊されよったんですか？おお、逆パカバキッて壊れよったんや。逆パカ逆パカ、あごめん、俺の頃まだそんなパカパカ携帯みたいななかったんで。いやあの持ち運ぶやつですか、この肩からかけてショルダーの携帯。さすがにそんなことそんな学校持ってきとるよ、おつアホやな、やばいやばいね。あちゃうか、 PHS が出回り始めた頃や。あだけあのなこうボタンちっちゃくてな。そうそうそう、だけどさすがに学校に持ってきとっても、うん、ちょっと先生も初めて見ました、うん、ああ何やそれ、何やそれ、これか、うん、ええー、こんなちっちゃいんだお前あれか、電話できるんか、高校生がモテるぐらいの値段なんか、うん、みたいな。ああ逆にちょっとねみたいな。じゃあもう体罰は当たり前って感じですね、別に。まあでも逆にこっちもやじょったもん、うん、どういうこと、先生に、先生に、うん、先生蹴るとか。そうマジですか。俺だけあの小学校の時覚えたのが、何時か忘れたけど、なんか、ね、何かでこうぶち切れる事案が発生して、はい、で喧嘩しよったんやな、はい、でもう俺はあの止められた時に止められるのが嫌で、そこらにあった椅子をひっつかんでそれでピシャッってやって記憶がある。そういうタイプやった、もうあの悪役レスラーやったけど。暴走やん。そうそう、いやそれ大事なんやって。大事なん、そういうのせんかったらな、舐められるけん、うん、舐められるけん。だけど俺意外とほら、あいつほんまに怒ったら怖いぞ。そう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 、
ん、意外とあのこんな感じでひょうひょうとこう生きてきてるには理由がある。あいつはもう一点を超えたらやばいっていうのが共通認識である。俺今もそうやん、大体。まあまあね。そうそうそう。サイコパスやな。サイコパスか？あもうもう間違いないです。いやでもそういうこと言ったらそうださんまやで。そうや。いやまあみんな一線超えたらサイコパス。みんなサイコパスやで、ここに来る人基本。確かに。大体もうちょっと変や。変やし、あなたは変わってますねって言われて、そうですよねってなる。仕方がないですってなる。だけどもうこのあれよ、この昭和のね、この教え方とかそんなん全然何とも思わん。別にまあなあるよなぐらい、あるよなぐらい。でもなんかこれな、その X のな、うん、投稿とか見よったらな、うん、もうくっきりなっとるけ。ああまあ今の世の中がもう令和キッズからしたらね、もうありえない、考えられない、もうなんだこれはみたいな。もう令和キッズはもう戦々恐々としてるわけですよ。でも昭和おじさんたちはね、はいはい、もうあの、はいはい、なんていう、もう心がほっこりしましたと。もう懐かしい気持ちになりました。しもうなんかこういうのが、みたいなコメントなの。もうくっきりグラデーションよ、ほんまに。いやでも今はもう何にも言えねえみたいな、おかしくない？ね、うん、何や、うん。それはもうポイズンやけ。ポイズン。もう言いたいことも言えないような。そう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 。もうポイズンやで。だけ先生大変やろなと思うわ。いやそれはもう先生やもん。だってそのいろんな先生がおるけどさ、うん、まあ、例えばうち今日おるやつらで言ったら保育所とか幼稚園の先生もおりゃ、うん、高校の先生もまあおるじゃないですか、うん、まあみんな共通して言えるのがこうほら生徒の相手だけしようやったらまだええと思う。ああ親が面倒いパターンね、あるやろね。やっぱみんなの話聞きよったら大体もうあの親御さんでつまずくっていう。生徒さんも確かに大変かもしれないけど、まあ、親御さんでつまずくパティーンは結構多いみたいな。やっぱりそうなんでしょうね。あこの間だって3回行ってきたんでしょ、高校の三者懇談。三者懇談行ってきたよ。行ってきたよ。エイトのやつのエイトも行ってきたよ。でどうやったんですか。またどうせあのこのお父さん面倒くさいって絶対思われたでしょ。そんなことないよ。絶対思われたよ。そんなことないで、なんかスマホの使用時間とかがどうたらこうたら余計、はい、うちは全力で使えます、使わせますって言ったよ。だからそれはあれやろ、先生側の意図としてはスマホとかを使いすぎないように親御さんの方からちゃんと言ってくださいねっていうのを言いたかったやろ、おそらく。多分な。俺はそれは間違っとると思いますよって。だって今からの時代スマホやパソコンが使えて損はせんねやけん、もうどっぷり使うぐらいやって、あでも依存症がとか言うけん、依存症になるぐらいやってから朝起きれんって言って怒られたらいいじゃないですかって。すごい、どっちが先生かわからなかった。だってそうやろ。いやでもそれはそうやね、依存症になるぐらいのめり込めたらすごいやん。いやまあそれは依存症、才能や、うん、だってなかなかほら依存症ってむずいけ。むずい。俺依存症になったこと多分なんかあるんかな。ないよな、そう言われてみれば。それは依存症とかじゃない。これはあのお姉さんの方は依存症とかではなくて病気や、うん、え基本設計。いやいや依存症、これ依存症、三大欲求や。三大欲求だけどそれに睡眠欲、食欲ってきてるのは三大欲求や。いやでもどう思うそれ。まあまあ俺病気やと思うけど。いや病気じゃないって、まあ、これはねもう本当にね放送できない。なんで？俺は放送できない。だってやっぱその自分がその何に力を注ぐのかっていうところになった時に、やっぱそこ大事なとこやんか。まあまあそうですね。こんだけ力説するっていうことでさしていただきます。まあまあしょうがないですね。そう。まあわかりました。まあでもまあ依存症になれるわよね。まあそれできたら。そうだけ、そんぐらいね。こうのめり込んで やるぐらいやったらいいやんって。まあ確かに、ね、もうあれがいかんこれがいかんやって、もうさき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 さ、あはい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 、俺がなバイトがどうやらこうやらとかも先生言うけ、いやもうなんぼでもバイトしたらいいんじゃないですかって言って。それはほんまそうやな、家でダラダラするぐらいだったらね、バイトした方がいいっすよね。しもうなんかいろんな人に触れ合う方がええ、うん、だって夏休みに家で毎日勉強してますよって、お前頭おかしいじゃん。逆に心配になるよ。確かに逆に心配になるやろ。行くとこないんでとかって言うよりは、うん、バイトでも何でもええけ、うん、行ってる方がよっぽどええやん。絶対ええよ。だって何のための夏休みなんだ、うん、ずっと勉強しようやったら普通に夏休みなくていいんやけど。そうよ、うん、学校しときやっていう話やん、うん、やったらな、何のための夏休みかって言ったらな。そうそうそう、やっぱあれや、ヨーロッパみたいにバカンスを取ろう。そうやな、バカンス。お盆は海外に行きたかったけど、うん、
もう 円安すぎてちびった、うん、あでもあるやろ、なんか日経平均ちょっとあれになって今、あ今はね少しあれしたんやろ、今はね、はい、本日25日なんで、はい、若干あの大暴落して、うん、大暴落して若干損をした人たちもおると思いますが、そうなん、損したんやろ、大損したおった目の前に大損したでしょうね、これさっさともう売り飛ばして飛行機のチケットこう取って行け取った、そうやな、でも年末でね、でも次の長期休憩になったらもう年末年始とかになるんですか、5の次はそうですね、そうですね、年末年始行きますか、年末年始はでもちょっと僕はあれですね、また日和始めた、いや日和りますね、でもなんかでもあれね、ホテルスじゃなくて何やったっけ、ホテルス、なんかあのネット予約ちゃうちゃう、あのな、なんか最近俺は覚えた覚えたホテルで一日ゆっくり過ごす、うんうん、出ない、最高や、もうでもこれほんま最高、最高やで、マジで、うん、だけどもうこの俺が早めにチェックインをして、はいはいはい、そこでゆっくりをして、はい、朝も遅めにチェックアウトをして、はい、ゆっくり過ごすっていうことをホテルライフや、覚えました、いいですよ、そうすると、はい、いい、いいよ、いい、ほんまにいい、なんならな、あのな、うん、あのホテルででっかい部屋取ってそこで打ち合わせとか商談するもありやけど、いやほんまに、だって会議室とか借りたって普通に2、3万するけんな、そうそうそう、とか、まあ、下手になんかさ分からんけどゴミ、なんかこれはまた別の人が言ったんやけど、なんか下手にゴミゴミしてその日中もまたってなるぐらいやったら、なんかな2泊抑えるんやってみんな、うん、ほんで途中でもうなけん、例えば夜帰らないかんかったとしても、はいはい、もうそしたら昼間もうずっとその部屋使えるけん、そっちの方がええって言って、だけど俺この前さ、あの京都行った時にコワーキングスペース借りたくて、電話がな、やっぱあれけ、そうだな、ないんよね、ないし借りたらまあまあ高いけ、はいはいはい、やっぱホテル借りる方がいいよね、そうだから下手なとこするぐらいやったらもう安いビジホでもとかでもええけん、もう2泊ぐらい借り取った方が、結局その、だって泊はせんかったとしてもそっちの方が安い、そっちも安い、確かにっていう使い方をなんか符号はするらしい、そうですね、あとホテル何がいいって、うん、ルームサービス頼めるの楽、あールームサービスね、まあ、出ていくめんどくさいけん、めんどくさいなあ、確かに、ルームサービス楽なんやって、確かに、ほんまな、だってヒルトンとかやったらもう最高にルームサービスが充実しとるもんな、うん、ほんまにいいです、ね、はい、うん、だけもうなんかそんなところに値をまあそうそう泊まれませんけれども、泊まってみたい、泊まったらいいよ、泊まったらいいよ、連れて行ってください、は連れて行ってください、いやいや、いやいや、そんぐらい自分で洗えるやろ、お前だってエクサス買えるような人ですよ、それぐらいは余裕ですよ、100万のホテルとかじゃないやけん、一泊50万100万のアマネムとかじゃないやけん、いつもいろいろお手伝いしたのでちょっと連れて行ってほしいなみたいな、そんなこと、いやいやよ、じゃあ分かった、ゴチになります、いや連れて行こう、ああ連れて行ったとしても俺は一人おらんようになるぞ、えそらもうそうやもん、えそらそうや、それ連れて行くだけ、それはいいか、かちょっと何時から何時の間ちょっとソリ外行っとってくれって言われる、ああ、まあ、それはありえるありえる、それはありえるか、ちょっと俺忙しいけど絶対に2部屋取る、120% ほんまに、なんなら別のホテル取る、ほんまにちょっと恥ずかしいけもうそういうのは、はい、そんな感じでね、話や、何の話だったか忘れましたけど、はい、まあ、その昭和のね、はい、教育の話から、はい、いろんな話になりって結局ホテルの話になり、はい、まあ、終わりましたけど、これがよ、あの、はい、醍醐味です、醍醐味ですか、これでも題名何します、これ題名のない音楽かよ、いやそれで出します、ダメですダメです、もうサムでも分からん、何で昭和の空気感って良かったね、そうそっちでいきます、それでいこう、昭和の空気感良かったねでこう、あのそれ見始めた人は多分今のこのタイミングまで見とってもみんな昭和の人やけど、あ絶対大丈夫怒られることはない、この20分弱多分怒られることはない、昭和、これが昭和の空気感、あだって雷様こんな感じだったもん、何の学びも何もないよないよ、アカデミックはない、うん、うん、ほんまに、はい、そうなん、ただのもうバラエティ番組です、うん、はい、はい、ということで、はい、ね、ここまで見ていただいた皆さんありがとうございました、はい、ということで、ではまた次回お会いしましょう、はい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしく、ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル
あなたの愛車にこの一本。